めちゃくちゃ悔しい。超悔しい。見ました?昨日。日本女子バレー、日本対ブラジル戦、フルセットの末、敗れるという、パリオリンピックの切符、手に入らなかったっていう。いや、もうめっちゃ悔しくてさ、まあ、全試合ね、リアルタイムで視聴していて、母親がバレー大好きなんでね、我が家もバレーめっちゃ見るんですけど、いや、めちゃくちゃ悔しいというか、まあ、ファンであるね、私なんかが言うのもおこがましいですけど、まあ、勝てた試合だと思うんですよ。選手の皆さんとかね、監督とかも思ってるかもしんないけど、勝てた試合だったのよ。ブラジル戦。まあ、王者ブラジルと言われたね、国と、もう渡り合ってる日本っていうだけでもめちゃくちゃ素晴らしいんですけど、いやでも勝てたなぁと思って、悔しくてね。で、まあ今までもずーっとこう日本代表の試合見てきたんですけど、ちょっとその V リーグっていうね、そのバレーのリーグにもちょっと興味出てきましてですね、富山県にもあるんです。私富山県住んでますけど、富山県にもバレーのチーム、女子バレーのチームあるんで、ちょっと追いかけようかなと。思いました。応援しようかなと思って。で、10月からリーグ始まるんですよ。なので私、ワンチャン10月から、アニメ系 YouTuber から、女子バレー系 YouTuber に転身するかもしれません。よろしくお願いいたします。ってことで、そんな決意を固めた私が今回お話しさせていただくのは、無職転生最終回の感想と、まあ、全体を通しての感想をお話ししていきたいと思います。で、まず最終回の感想めっちゃよかった。めっちゃ良かったね。もうシルフィーとルディが結ばれてみたいな。私さ、付き合うぐらいやったらわかるけど、まさかさ、結婚すんのみたいな。そんな飛躍しますみたいな感じで、びっくりしましたけども。まあ、二人揃ってこう歩み出すというところでね。いや、素晴らしかったなと思った次第でございます。まず洞窟のシーン、最初ね。まあ、前回からの地続きでございますけど、私前回見終わった後ですね、あ、これ洞窟でやるなと。あ、そういうプレイね、みたいな、野外プレイね、と思いながらね、こう見ていたんですけども、まあ、結局、ルディは立たなかったんですね。やっぱ完全には治ってないというところで、もうあと一歩やったのに、まあ、立ちませんっていうところ。でもそこで、シルフィーがしっかり寄り添ってくれるんですよね。これまたサラと対比してくるんですよ。前回の11話もね、洞窟のシーンめちゃくちゃサラと対比されていたっていうのは、もう話題になっていたかと思いますけども、まあ、この冒頭もサラとの対比になっているっていうね、ED が発覚して出ていったサラと、ED が発覚しても寄り添うシルフィーっていうところで、もう全然違うよねっていうところですよね。でも、めちゃくちゃルディも焦ってたと思うんですよ。サラのね、経験があるから、なんか洞窟に穴開いててさ、そっから雨入ってくるみたいな、あ、焦ってんのやなっていうところもわかるし、またはね、これは深く考えすぎかもしれませんけれども、そのシルフィーもね、あ、これ今からやるんちゃうかっていう空気があるから、まあ、ちょっと濡れてるみたいな見せ方かもしれないけど、まあ、そういう形にも見えなくもないか、これちょっと考えすぎ、これちょっと考えすぎごめんなさいっていう感じなんですけども、やっぱ焦っててダメだったんだなというところ、まあ、でも寄り添ってくれるシルフィーっていうところで、今素晴らしかったなと思うんですよね。そしてショヤね、シルフィーがやっぱめっちゃ頑張るわけですよ。 ED どうやったら治んないかなみたいな、ほなルークが媚薬持ってきてみたいな、金貨100枚ぐらいの価値があるみたいな言ってるわけですよね。でしかもその後さ、アリエルのなんかお小遣いみたいな金貨2枚だじゃないですか。次期女王候補が金貨2枚やのに媚薬100枚とか、どんだけ媚薬の価値高いねんっていうところもやっぱ分かってくるっていう。金貨100枚って言われても価値分かんないじゃないですか。どんぐらいなんてなるんですけど、そこで一発で媚薬の価値が分かるっていうのも、まあ、素晴らしいですし、最後ら辺でね、ルディが、あ、なんか媚薬これあったなみたいな、昔あったなって言ってたんですけど、それは第1期の6話なんですよね。で、その時って金貨10枚だったの、媚薬って。いや、めっちゃ値上がりしてるやんっていう、めちゃくちゃ価値爆上がりしてるやんっていうところでね、まあ面白いなと思いながら視聴していた次第でございます。まあそんなシルフィーね、お酒を持って、で、媚薬を持って、ルディの部屋に行くわけです。もうちゃんと鍵も閉めてね、用意周到と思いながら見ておりましたけども、まあそこでお酒を飲みながらね、で、媚薬を飲ませて、みたいな薬って言って偽ってね、媚薬を飲ませてっていうシーンに入っていくんですけども、ここでもうずーっとエリスとの対比をやってくるっていうね。エリスも真逆のことやってるわけですよ。で、エリスの時っていうのも、まあ、お酒があってみたいな。で、その時確かルディ飲んでないはずなんですよ。とりあえず、コップにワインを注いでね、まあ、持ってると。で、エリスと喋ってるみたいな。で、エリスが家族が欲しいみたいな。15歳になったの言って。で、あなたのルディの子猫が欲しいんやみたいなね、シーンがとかと思うんですけど、あの時って、床にワインをこぼすんですよ。まずルディがわー言って。ほんで、ルディがコップを落とす。
すじゃないですか、そのワインの上にね。ほんならそのワインの中にコップが入っていくっていう、ああ合体したんだなって分かる、めちゃくちゃおしゃれな演出、まあ幻想的な演出だったんですよね。で目を覚ますとエリスはいませんみたいな。でも朝起きる時ってめっちゃルディって元気でグッモーニングみたいな、俺も君たちと同じになったみたいな、めちゃくちゃ陽気やったんやけれども、ショック受けるっていうのが、まあ、エリスの流れだったと思うんですよね。で今回のシルフィーってのは、ま、全く逆のことしてるんですよ。ずーっと逆のことやってて、で今回もワイン飲んでるんですけども、もう飲んでるのよね、入れてるとかじゃなくてガッツリ飲んで、まあ、酔ってるっていうところもあると思いますし、でまあコップ落とすんですけど、そのまんま落ちてんのね。エリスの時はファホーン言ってなんかワインの中に入っていてコップ消えましたけども、コップ残ってる、ちゃんと落ちてるっていうのもありますし、朝起きるとめちゃくちゃ不安が出るっていうね。その外を見ても全然喜ばないね、外の人がわー言ってね騒いでても全く喜ばないし、とにかく不安やと。でやっぱまた自己防衛というかね、自分に言い聞かせるんですよ、合理化っていう、ね、あシルフィーはなんかちょっと防衛行ったんやと、ね、どっか逃げたんちゃうんやって自分に言い聞かせていくっていうのもやっぱ全然違うし、そのシーツの上ね、ベッドのシーツの上にまあ初夜でございますから血があるわけでございますけども、やっぱここも違うんですよ。地面にワインがねこぼれて血のように見せていた時と、今回しっかり血がシーツにあるっていう、この現実と夢っていうところも、まあ、すごく対比させていたなって思ったので、いやめちゃくちゃいいですよね。ほんでまあシルフィーがワーって帰ってきて、ルディが喜ぶという全く逆、全てにおいて逆っていうところで、まあシルフィーのねもうヒロイン感をめちゃくちゃ出してきたっていうのは、まあ好きだなと思いながら視聴しておりました。でここのシーンも良くてさ、でサングラスなんか落ちて、あのシルフィーがかけてるね、フィッツとしてかけてるサングラスが落ちて、でそのサングラスの表面にルディとシルフィーが抱き合ってる姿が映ってたと思うんですよね。でこのサングラスの表面に人が映るっていうのは第0話ですよね。シルフィーがフィッツになる、第0話で同じことやってて、アリエル王女がですねその任意を解きますみたいな感じで、そのシルフィーからサングラス取るシーンがあるんですよ。でここの時にですねサングラスの表面上にアリエルが映ってるっていうのが、見えてくる。でここなんで任意を解くかっていうと、うん、その不甲斐ないからと、自分が不甲斐ないから、あちょっと任意解きますよと。でも、まあ、シルフィーはいやそんなの知らんと、ね、友達やんけ言って、またサングラスをかけてアリエルに仕えていくっていう、まあ、シーンがあったかと思うんですよね。この時はフィッツとして生きていく、アリエルがシルフィーにとって大切な存在だったからねっていうシーンなんですけど、そこから12話まで来るとアリエルに使いますと、フィッツとして生きていきますっていう象徴のサングラスがもう地面に落ちてね、地面に落ちてて、そこに、まあ、ルディとシルフィーが映ってるから、ああもうフィッツとして生きていくのをやめるんだなっていう、シルフィーとして生きていくことを覚悟したんだなっていう、決意したんだなっていうのが、分かってくるっていう、この0話と、12話の対比。まあ、まだまだね、探したらいろんな対比あるんでしょうけども、まあ、素晴らしい対比のオンパレードだったなと思った次第でございました。まあ、最後はね、めでたく家族になろうよー言うて、よかったねーみたいな感じで、素晴らしい2期1クール目の最終回だったなと思った次第でございました。本当にこう語り出すと多分永遠に止まらんのとちゃうかっていうぐらいでしたね。っていう感じで最終回の感想は以上なんですけど、まあ、全体を通しての総評をお話しすると、もう素晴らしすぎたっていうね、めちゃくちゃおもろかったっていうところで、まあ、話の内容としては、今そんなに盛り上がる場面があったかっていうと、まあ、そうでもないんじゃないかなって、思ってるんですよ、内容自体はね。でも、もうアニメーションが素晴らしすぎるんですよね。まあ最終回だけでもいろんな素晴らしいとこありましたけども、毎は毎は素晴らしいアニメーションのオンパレードだったんですよ。だからもうそれだけでも無色転生って面白いよねってなれたなって思います。まあ話そんな盛り上がらなかったって言ってもやっぱ普通に面白い。そのルディがやっぱ前に向いて進んでいくというか、もう落ち込みまくってね、人生の絶望に落ちてんだけれども、まあ、そこから這い上がっていくっていうところも、まあ素晴らしかったなって思いますので、普通に面白いし、そこにめちゃくちゃ素晴らしいアニメーションが乗っかるんで、いやめっちゃやばい作品やんっていうね、ところになっていたのが無色転生第2期ワンクール目かなと思います。なのでそのアニメ勢の私からすると、その原作勢の方がですね、いやちょっと2期は不満が多いみたいな、作画がとか言ってるのは、まあ、すごいなというか、どんなもん求めてんのっていう気持ちは正直あって、ただなんか原作というよりもコミカライズの演出が素晴らしすぎるから、なんか
アニメが劣って見えるみたいな意見も見かけましたけれども、やっぱ私はアニメでもめちゃくちゃ素晴らしかったなって思いましたけれどもね、アニメ勢としましては非常に素晴らしい、作品を、見させていただいたなと、毎週毎週楽しかったなという、ところでございましたっていう感じで、以上で無職転生の話を終わりたいなと思います。第2クール目はですね、来年2024年の春アニメということで、まあ春アニメはですね、とんでもない作品が多いと、どういうクールになんねんみたいな感じに今からなってますけれども、楽しみにしていきたいなと思ってる試合でございます。チャンネル登録するかどうかお任せするんですけども、おすすめ動画どっかにあると思うんで、あと1本ぐらい視聴していただきます。幸いです。800ミリの時計で。